大阪府立仙北高等学校は大阪府堺市南区にある公立の専門高校。昭和後期1970年代に府南部の仙北ニュータウン開発と人口急増で新設されたマンモス校。国際関係学科を設置するレッツ10校の一つ。大阪府南部の山間部に開発の仙北ニュータウンの泉が丘地区の西部若松台に 町開き直後の1969年に開校した。教育課程は全日制課程で普通科の高校だったがバブル景気の1986年に出された大阪府学校教育審議会の答申と1988年の不正に関する世論調査を踏まえ大阪府教育委員会の高校生の国際理解教育を推進する目的で1992年に 国際教養科を閉知され二学科となった。その後、平成期の少子化に伴い1999年、大阪府教育委員会が、教育改革プログラムに基づく、府立高等学校特色づくり、再編整備計画を策定。大阪府立住吉高等学校や大阪府立千里高等学校とともに、再編の対象校となり、2005年度の1年生より、 学年進行で、不独自の専門高校へと改編された。ニュータウンに立地する高校として、過疎化の進む戦国地方について学んでおり、2020年9月には、堺市ニュータウン地域再生室と、堺市社会福祉協議会の関係者を招き、戦国ニュータウン活性化のためのアイデアを、プレゼンテーション発表した。校舎内トイレは、 半世紀前の開校時の和式便所のまま、間仕切りも修繕継ぎはぎで定期的に清掃を実施しているが、匂いがこもる状態で不評だったため、回収された。開校1969年度7クラスで募集したが、1970年代、1980年代の高校生急増期の生徒受け入れ対策により、増学級を繰り返し、 段階ジュニア世代を迎えピーク時の1987年から1989年度に、かけ、1学年14クラス編成となっている。国際文化科では、コール教室や LL 教室を使った英語の授業に、加え、異文化理解、第2外国語などがあり、トーイックブリッジを全員が受験する。1年生の冬から2年生の秋まで、海外留学が可能で、 日本に帰国後も留年せず3年生への進級できる。2003年度より65分授業を実施している。クラブ活動では、ダンス部が2014年と2015年の日本、高校ダンス部選手権で全国大会の決勝に進出。2016年も春の新人戦西日本大会で優秀賞となった。校舎は半世紀前の開校時の建築のままで、 旧体新基準の既存不適格であり、震度6強の揺れで倒壊の恐れがある。このため2002年度と2010年度に改修を行った。ありがとうございます。